中川先生の優しいビジネス研究。本日は大学という場を舞台に理事長や理事が大学経営を私物化、億あるいは数十億という単位で利益を独占していたという事件、通称日大のドン事件、日本大学の田中元理事長さんの事件というもの、ここの背後にあるものを掘り下げていきたいと思います。実はこの背後には経営学あるいは組織論的に構造的に起こってしまいやすい状況というのが実は大学というものには存在しているということ、すなわちそこの構造にメスを入れなければ他大学も常に同じようなリスクにさらされてしまうということ、これをお話ししたいと思います。まあ、こちらの日大のドンの事件ですけども、まあ、これは日大の元理事長さんですけれども、まあ、ほんとすごかったんですよね。反社会勢力とのつながりというのが日常から公然的に分かっていたということ、大学の物品やサービスを自分たちが作った株式会社日本大学事業部というところで独占をしていたということで、奥さんが経営をしておりますちゃんこ鍋屋さんに行かないと昇進できないのだと。またこのちゃんこ鍋屋さんのパワーというのは絶大で、まあ以前に問題になりましたアメフトのタックル事件なんですけれども、ここで解任された理事もちゃんこ詣を続けた結果、わずか1年で復権を果たしていると。このような非常に権力のある奥様のちゃんこ鍋屋があるわけなんですけれども、加えてですよ、話を通すには常に袖の下が要求され、またそれに反対している反対勢力の大学幹部には実弾入りの封筒が届くということで、もうこの日本大学というまあアカデミアである大学組織であるにもかかわらず、やつが民間企業として考えたらとんでもない話ですよね。もう理事長が完全に経営を支配していて、全ての利益が理事長に集まってくるという構造が出来上がってしまっていたんです。しかしながらなんです、今日実はですね、恥ずかしながら皆さんにお伝えしなきゃいけないのは、教育法人が私物化されるというのは教育関係者的にはまあ悲しいけど本当によくある話なんです。まあ黒さの程度は様々ですよ。この日大のドン事件ほど黒いものというのは差し当たって私は存じ上げませんけれども、少なくともこの大学を渡り歩いていく教員たちの間では丸々大ってやばいよねと、あそことんでもないこと起こってるよねみたいなのが実はですね、そこかしこで起こってるんです。大学教員間での日常会話になってしまってるぐらいなわけでして、それってすなわちどういうことかというと、この大学経営というものがもともとそういう私物化されやすいような構造的なもとにあるからなわけなんです。ちなみにそれは私立大学個人のオーナーがあっての経営に限らないんですね。実は国立大学、国公立の大学であっても同じような構造が成立しやすくなってしまっているんです。じゃあその構造的課題って何なのようなんですけど、ここから経営学のお話。経営学では企業が良き活動をする、組織が正常に機能するためにそれをチェックする機能というものが必要だとされています。まあこれをですね、一般にガバナンスと統治というふうに言うわけなんですけれども、まあこの現場で活動していたりそれを統制する経営陣がいるわけですけど、それらの経営陣の活動をも含めてちゃんと行われているかというのをチェックし管理をする、これがガバナンスという考え方なんです。まあ、協議の意味ではこのガバナンスというのは株主総会というものが存在していて、それが経営陣を管理監督しているということを指すんですけども、まあ、その他監査役とかいくつか株式会社制度上のルールもあるんですけども、より抗議の意味でこの経営層の活動というのはどういうふうにガバナンスされているのかというと、まあ、今言いましたこの株主総会、会社の株式を持っている、すなわち会社の所有者たちが経営陣が悪さをしていないかチェックをするという機能、まあ、それに付随するものとして監査ですとかそういった株式会社制度上の機能があります。これだけじゃなくて、まあ、いわゆるこう所轄官庁とか自治体さん、その法人の活動をチェックする所轄官庁というのは決まっておりまして、怪しい活動をしていると官庁の方から業務のストップが来たり業務命令が来るというような形でもお国の方で経営にガバナンスを働かせています。
またまたこの経営陣の活動というのはあと2つの存在からもチェックされるんですね。一つは従業員労組でありまして、従業員から見てうちの経営陣おかしいよということであれば、まあ従業員がストライキをする、働かないという形でも経営陣おかしくないですかという突き上げをすることができます。それから最後にお客様なんですけれども、これもとっても大切ですね。お客様の目線から見て、あるいはもろもろ伝え聞いてくるあの会社やべえよという話からすると、ちょっとあの会社と取引をするのは自分にとって損だなということで、結局この客が離れてしまうということで、経営陣にノーが突きつけられるわけです。まあ、このような構造のもとで、一般の株式会社であれば、経営陣が正しく活動しなければ、どこかでメスが入るという形になるわけなんです。それでは、大学、まあ、学校法人の場合は、どういう構造になっているかなんですけれども、結論から言いますと、以上4つのガバナンスメカニズムというのが、極めて機能しにくい状態になっているんです。まず第1に、所轄官庁自治体、まあ文科省さんですね。それからまあ自治体からも管理を受けるわけなんですけども、基本的に大学というのは、自治が守られている組織なんですね。こう国からの影響を受けず、学問の自由、学問の自治ということが理念に掲げられているために、基本的に文科省からはあまり干渉を受けません。まあ、とは言っても、うんなことないよ。結構文科省からの干渉きついんだよと言われる皆さんもいらっしゃると思うんですけれども、じゃあ、その文科省からの働きかけで経営陣総入れ替えしなさいだとか、あなたの会社のガバナンス経営構造丸切り入れ替えなさいとか、そういう話が文科省から来るかといえば、そういう圧力ではないはずです。もう少しミクロなレベルで、ここの財務状況ちょっと直した方がいいんじゃないですかとか、ここの学部の運営の形おかしいんじゃないですかというレベル感で、実行レベルがもろもろ協議がされますけれども、根本的な会社経営のあり方というものに対して文科省がメスを入れてくるというのは、今回の日本大学さんのケースのようなことがない限り、そうそう起こらないんです。そして第2に、株主総会。これは実は知っておきましょう。実はこの学校法人というものは株主総会に該当する機能というのが存在しないんですね。なので理事に権力が集中するんですよ。この理事とかの活動をチェックするような機関というものがあっておかしくないですか？それ。で、この理事の罷免を要求します。こういう機能が存在していないんです。だから、構造的に理事長がめちゃくちゃ強くなってしまうんです。この構造を強化する第3のポイントが、従業員労組からの突き上げというののパワーが極めて限定的だということがあるんですね。この経営陣に対峙するだけの十分な力を持った従業員組織というのが基本的には存在していません。事務方というものは基本的に上に逆らえないような物事のデザインになっているんですよ。上から仕事が降りてきてその通りにやりなさいというのが事務方の仕事の形になってしまっておりまして、基本的には上の人に気に入られるか、上の人の言うことをきちんとやり遂げるかと、こういうことをしないとプロモートしていかないという形になってしまっているので、事務方が非常にこう上に逆らいにくい、極めて強固なヒエラルキーが出来上がっています。また、じゃあ教員の側はどうなんだと、言っても大学には優秀な教員がたくさんいるじゃないかと思われるんですけれども、実はこの教員は学部経営の自治、大学院経営の自治という形で、自分たちの現場のところの は自分たちで決めるという形で自治を権利として獲得している一方で、大学経営の方に関与するのは多くの大学において極めてわずかな割合でしかなくなっているんです。基本的に大学の事務組織、大学の本部組織の方で経営方針を決めて、学部は学部で粛々と教育やってくれればいいんやということで、ここのところに結構溝があるというのが一般的な大学の形なんです。だとすると教員の側から経営がおかしいと言っても、何らかの形で大学の経営に関与する手段というのはほとんど存在しない、限られているという状況になりますし、従業員の内部の方から上層部に対して意見が言えるような状況でもないわけなんです。さあ、いよいよ困ったわけなんですけど、そして第4に、通常であればここで、あの会社おかしいんじゃないのとなれば、客足が離れるわけですよね。あんな反社会的勢力と付き合ってらんないよって形で、お客さんが引き上げるんですけれども、ここが大学というものの難しいところ。
三座経営がまずくたって、もしこれが行われているのが東京大学だったと思ってください。東京大学の経営が私物化され、東京大学の利益がどこぞに集まっていると言っても、受験生はやはり皆さん、東大を目指すんではないでしょうか。ずっと東大を心に秘めて頑張ってきたわけですから。実はこの構造が一番重いのかもしれないのです。お客さんからのプレッシャーがかからないです。今回の件も日本大学にこんな重大な問題があったと言っても、おそらく日本大学の偏差値というものは動かないでしょうし、そこを志望する学生はわっと大量に寄せ集まってくることでしょう。ということで、いかにガバガバ経営であろうと、大学というのがある種の社会的な装置、ここに入れたんだという自分の学力の証明であり、その後の人生を約束してくれるどこどこ大卒になるんだとすると、この経営がいかにグダグダでも、お客さんからプレッシャーがかからないという構造が、最後に追い打ちをかけてくるわけなんです。このようなわけで、実は大学経営というのは、理事長&理事会に権力が一極集中しやすい構造が存在してしまっているんです。だから、まあ、どこだとは言いませんし、程度の差もいろいろありますが、多くの学校法人においてはですね、トップの部分の権力というものが極めて強くなっているということになっているんです。それを健全なハートで使ってくださっている理事さんも当然そちらの方が多くいらっしゃるわけなんですけれども、残念ながら理事会が私物化されているのではないのかというのは、思い当たる節のある大学は残念ながらあるのではないかと思います。そんなわけで大学経営ということに関して言えば、早々にこの構造の改革改善が図られる必要があるのですが、最後に一つ、実は文科省もこの問題当然分かっておりまして、文科省として委員会を立ち上げまして、この学校法人のガバナンスを検討する検討委員会を作ったんですけれども、そしてしかもですよ、タイムリーなことにその学校系のガバナンス改革案というのは実は先日出されたんです。その中には実質的な株主総会に該当するような機関を入れたりなどして、理事長の権力一極集中とそこに対するモニタリングの目を入れようということ、それが提案されていたんです。残念ながらと言っていいのかわかりませんが、私立大学連合会からはそのような提案は受け入れられないという拒絶声明が出されたのだということ。これも付け加えておきたいと思います。皆さんもこの問題しっかり考えておきましょう。一人の個人の問題ではない。これは我が国のアカデミアを健全に維持するための構造的な問題です。